こんにちは、こんばんは。ココヤトチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。休憩を入れつつも長丁場の撮影になっております。おやつを食べて撮影再開したら、なんと外が暗くなり始めております。私が喋りすぎるので長引いております。それではまた長くなってはいけないので、早速答えていきたいと思います。ハンドルネームがカシャトドリドライブ。ちょっと私英語わから英語がちょっと苦手な私でございます。9000人おめでとうございます。ありがとうございます。いくつか質問させていただきます。何でしょうか。初恋はいつですか。自分は女性だと気づいたのはいつぐらいですか。画家の道に進むことになったきっかけは何ですか。好きな俳優さんは誰ですか。たくさん質問をしてしまってすみません。大丈夫です。まず初恋はいつですか。初恋は小学校の6年生だったと思う。まあそれまでにもいろんな人好きになってたと思うけど、初恋は小学校6年生の時の孝之くんでした。1学年下の孝之くんでした。すごい優しかったんですよ私に。私が足を怪我すると家まで一緒に帰ってくれたりとか、すごい優しかったんですけれども、男の子が男の子に優しくしてると周りからからかわれるじゃないですか。あいつ男同士とかからかわれるでしょ。そしたら急に冷たくなって急に優しくしてくれなくなりました。失恋でした。自分は女性だと気づいたのはいつぐらいですか。私は幼稚園くらいの時は女性男性って皆さんもそんなになかったでしょ。幼稚園ぐらいの時に自分は女だとか男だとかいうのなかったと思うんですけれども、私はなんでついてるのかなぐらいだったんですよ。なんで女の子にはおちんちんついてないのに、なんで自分にはついてるのかなって、そのぐらいだったんですね。そしていつかなくなるのかなと思ってたんですよ。これがついてることがその男女っていうようなはっきりとした住み分けというよりも、なんでなのかなっていう感じでしたね。そして自分が男なんだっていうことをはっきり認識したのが小学校に入るくらいの時ですね。小学校に入る頃にランドセルが黒と赤に分けられるじゃないですか。そしてあなたは黒よって黒いランドセルを背負わされた時に、なんで私は赤じゃないんだろうって、なんで赤じゃないのってなったんですよ。そしたらあなたは男の子だから黒なのよって母から言われて、そっからなんか我慢が始まったような、そんな感じですね。今思ったらその時に、なんで私女の子なのに黒なんだろうって、なんで私男の子って言われてるんだろうって、そういうふうな感情を思い出すということは、その時にもう自分が女性っていう風に思ってたのかもしれないですよね。画家の道に進むことになったきっかけというのは、皆さん子供の時っていろんな夢があったでしょ。アイドル歌手になりたいとか、あれになりたいとか。私も最初はアイドル歌手になりたかったんですよ。聖子ちゃんみたいな歌手になりたいみたいな感じでアイドルになりたいと思ってたんですよ。そしたらだんだん現実を叩きつけられるでしょ。あなたは男の子だから聖子ちゃんみたいにはなれないのよみたいな、だんだんそういう風になってくるじゃないですか。そして中学校2年生ぐらいに声変わりになって、もう改めて、あ、私は男の人で声がこれから低くなっておじさんになっていくんだ、私は男になっていくんだっていう風なショックを受けた経験があるんですね。そしてすごいその時反抗的な子だったんですよ。もう周りの大人大嫌いみたいな。もうそれは講演会動画をご覧いただいたら、喋ってるので講演会動画をご覧いただければと思うんですけれども、 YouTube で構文構造空白講演会っていう風に検索してもらっても出てくると思うので、よかったらご覧いただいたらその辺のこと全部喋ってるんですけれども、そうやって完全にもう私は人前に出ることができないんだ、アイドルにはなれないんだ、人前には出れないんだ、声を出すことはできないんだみたいな、そういう風ななんかことを悟ってたぐらいが中学校2年生3年生でしょ。そして中3の時に美術の教科の先生が担任になったんですよ。森本先生っていう先生なんですけれども、それも講演会でいろいろ喋ってるんですけれども、いろいろあってその先生が私の顔を4色コンテで描いてくれたんですね。そして私こんな髪型、いやこんな髪型の私描かれたくない、髪の毛伸ばしたい、聖子ちゃんみたいな髪の毛伸ばしたい、いろいろな髪型したいっていうふうに先生に言ったらね、そしたら先生が長い髪の私を描いてくれたんですよ。最初短かったけど絵で髪の毛を伸ばしてくれたんですよ。そしてほらあなたが髪の毛伸ばしたらこんな感じよみたいな感じで見せ
せてくれたんですよ。絵の世界では自由だよみたいな、絵ってすごいなって、絵の世界だったらどんな夢でも叶うのかもしれないみたいな、なんかそんな感じで思ったのが最初のきっかけで、どうやったら絵描きになれるんだろう、どうやったら絵を仕事にできるんだろう、アイドル歌手がダメだったら画家になりたいって初めて思ったのが中3で、私の住んでたとこは田舎なので絵画教室っていうのがなかったので、電車に乗って毎週毎週絵画教室に隣町まで通ったのを覚えてます。そして受験があるので親に辞めさせられたっていうのがあるんですけれども、そして受験が終わってからまたしばらく通ったんですけれども、そして高校生で本格的にやっぱり画家になりたいって言ったら、何バカなこと言ってるんだって言って、その絵画教室辞めさせられるまでそこに通ってたんですけれども、石膏デッサンとか油絵をそこでは習ってたんですけれども、どうやったら絵描きになれるのかっていうふうに全然その絵描きのなり方っていうのが分からなかったんですね。そうやって絵描きのなり方が分からないって言って、どうやったら絵描きになるんだろうと思って、画家になるにはとか画家の生涯とかいう本を図書館でいろいろ探してたら、岩崎千尋の生涯という本に出会ったんですよ。岩崎千尋というのはなんか聞いたことがあるって、で絵を見たら、あ、小学校の時の教科書で見たあの人の絵だみたいな。そしてその時に誰が見てもこの人って分かる絵を描ける、この人ってすごいなって、そして子供っていうところにもなんか自分自身に響くものがあったんですね。なんか私も子供の絵を描いてみたいってその時初めて思って、中学校の時本当にわけのわからない絵を描いてたんですよ。マリモが空を飛んでたりとか、口からなんかマリモが出てたりとか、なんかわけのわからない絵ばかりを描いてたんですけれども、家からお菓子の袋を持ってきたりとか、包み紙を持ってきて絵に勝手に貼ったりとか、いろんな絵を描いてたんですけれども、高校生になってその岩崎千尋の生涯に出会って、その岩崎千尋がどうやって画家になったのかっていうのを見た時に、あ、こうやって私もやりたいって、まず挿絵画家になって名前を有名にして、そしたら展覧会開けるんだみたいな、そういう感じでいろんな絵本コンクールに応募し始めたのもちょうど高校1年生で、中学校3年生の時にも何かに出したことあるかな、ちょっとその辺ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、絵本のコンクールに、また機会があったらその時の下手くそな絵を動画でもお見せしようと思うんですけど、絵本のコンクールに出した記憶があるんですけれども、そのぐらいでしょうかね。そこからも本当にいろいろありました。でもなんかその頃の私というのは、それを見つけてからは絵を描くことだけがホッとできる場所みたいだったんですよ。絵だけが生きがいみたいな、絵描きになることを考えたらなんか気持ちが明るくなるというか、もう本当にその時高校でもうひどいいじめにも遭ってたし、もう学校に行ったらお弁当が食べれないんですよ。クラスでお弁当が食べれないの、食べ方が女っぽい、キモいとか言われてて、お弁当をいつもトイレで食べてた記憶があるんですよ。いろんなところで食べてたら、そうやっていじめてる人がもっとあっちで食え、あっちそんなところで食うなって感じで、最初はこう非常階段のところで一人で食べたりとか、体育館の裏で一人で食べたりとか、図書室の裏で一人で食べたりとか、食堂の裏に行って一人で食べたりとかしてたけども、どこにでもその人たちがやってきて、もう私の行く場所がトイレしかなくなって、最終的にはトイレでお弁当を食べるような、そういう生活をしてて、本当に学校生活何も楽しくない、友達もいないし何にも楽しくない。中学校の流れでブラスバンド部には入ったけども、先輩からも女っぽいっていじめられるし、もう何にも楽しくないと思ってた時に、家に帰って絵の具で絵を描く、それだけがもう心の支えだったんですね。そしてその絵も父親に取り上げられて、もうそれは本当に取り返しのつかないことになってしまったんですけど、それもまた講演会で話してるので、ぜひ講演会動画をご覧いただいたらいいと思うんですけれども、この画家の道に進むことになったきっかけ、ちょっと長々となりましたけど、こういう感じでございます。大丈夫でしょうか。好きな俳優さんいっぱいいます。好きな俳優さん、トム・クルーズも好きですし、ディカプリオも好きでしょ。ディカプリオってアートコレクターなんですよ。しかも私のようなローアートを描く作家の作品を集めてるんですよ。マーガレット・キーンとかマーク・ライデンとか、そういうちょっとイラスト調な、ちょっと漫画調な、ちょっとこういう感じの作品をコレクションしてるので、いつかレオナルド・ディカプリオ様に、レオナルド・ディカプリオさん、私の作品買って、デカちゃん、私はデカちゃんで失礼かもしれないですね。日本の俳優さんでもいっぱい好きな人がいます。長谷川博己さんも好きでしょ。年齢が違いすぎ、ちょっと若すぎね。そんなことない、長谷川博己さん30代、30代ぐらいでしょ。ダメ、せめて40代の人好きにならないとダメ。いいじゃない、そんなね、いいじゃないね、そんな何歳の人を好きになったってね。嵐の二宮くんも可愛いなと思うわ。あと誰だろう、
あと誰？好きな俳優さん、ムロツヨシさんも好きでしょ。ムロツヨシさんも大好き。ここでなんかちょっと思い出したんですけど、昔憧れてたのは聖子ちゃんなんですけれども、異性的に女性の心がもう欲してたのが怖いね。女性の私が子供の時よ、女性として私が好きだった男性歌手がいるんですよ。そしてみんなに言ったらすごいみんなに笑われるの。スタッフにも笑われるし、友達にも否定されるんだけど、私が好きだったのは池田聡さんなんですよ。知らない？池田聡さん、皆さん知らないかな。私大好きだったんですよ。モノクロンビーナスとか歌ってた人知らないですか？とてもロンリー、愛が怖くてロンリー、見つめ、歌詞忘れたもう歌詞忘れちゃった。聖子ちゃんの歌なら全部覚えてるのに。池田聡さん、もうかっこよかったわ。もうキュンキュンしてた。池田聡さんがベスト10出てくるたびにもうキュンキュンしてた。もう好きと思ってた。今でも活動してらっしゃるの？今でもいらっしゃるんですか？なんかふと思い出したけど、今でも歌手してますよね。あんなにいい声だったら。今どんな風になってるんだろうね。素敵だったわ。あと少年隊の日記も好きだった。東じゃなくて日記が好きだったね。そしてこの年になって思うのは、郷ひろみさんかっこいいと思うわ。郷ひろみ好きよ。郷ですが好きよ。郷ですってね、好きよ。郷ひろみさんのあれなんだった？言えないよって歌なんだった？今日も一人、瞳が君のこと抱きしめるから眠れない。あー好き、キュンキュンする。いっぱいいるけどパッと思いつかない。最近も全然テレビとは縁がなくなったけども、本当に何でも好き。何でも好きってなんかちょっと語弊がありますけれども、なんか好きな人が多いですね、もう本当に。はい、ということで、なんか今日もちょっと長くなりすぎたんじゃないですか？大丈夫ですか？今日もこれでもしかしたら終わり？あともうちょっと行くそうです。次は20年以上画家だそうですが、今までいくら稼いだんですか？絵が売れた場合、いくらもらってるの？20年以上、今までいくら稼いだかはそんなこと覚えてないですよ。でも、25歳でデビューしてから、食べることに困ったことはないです。絵でなんとかなってきました。まあ、この仕事って本当に絵が売れる時とか、絵が売れない時とか、アートバブルが弾けたりとか、いろいろあるんですけれども、本当にありがたいことに、20年間この世界で、いい時もあれば悪い時もあったけれども、食べることには困らなかった次第でございます。それは本当に、作品をコレクションしてくださる皆さんのおかげですし、応援してくださる皆さんのおかげですし、個展に足を運んでいただける皆さんのおかげです。もう20年以上ですよ。もう20何年？1996年にデビューして、今まで本当にいろいろあったけれども、騙されたこともいっぱいあるけれども、持ち逃げされたこともあるかもしれないけど、なんとかかんとか生活に困ったことはないです。はい、すごい切り詰めてすごい大変だったっていうこともないし、ローンで何かを買わなきゃいけなかったってこともないし、やっぱりそれが叶えられたっていうのはいい時もあるんですよ。でその時にその稼いだ時の生活水準に合わすんじゃなくて、もう稼いだ金額を生活水準にしないというか、何かで成功したり、高い絵がたまに売れたなっていう時は、ちょっと欲しかったドレスを買うとか、ちょっと欲しかったネックレスを買うとか、そういうような感じで自分にご褒美を買うことがあっても、それを生活水準にしないというか、そういう風にしてたので、まあ20年間でいくら稼いだか合計金額を言うというのはちょっと難しいんですけれども、そういう感じですね。そして絵が売れた場合いくらもらえるのっていうことなんですけれども、だいたい折半ですね。デビューしたての絵描きさんでだいたい折半だと思います。そしてその画廊があって、画廊がデパートで個展をした場合は、デパートがガバッと取るんですよ。デパートはえげつないんですよ。デパートが 40% ぐらい取って、あとの 60% を30ずつ分けるとか、そんな感じなんですよ。だから厳しいんですよ。だから絵が売れても全部入ってくるわけじゃないの。画廊で個展しても折半とか、まあ私はもう長年やってて、向こうからオファーがあった場合は、折半ではその仕事はできませんよって、それはもう取り
引ですよね。私はもうマネージャーがいつもその取引をしてくれてるんですけれども、私の場合はもう自分でだいたいコレクターさんとかお客さんを持ってるので、そのお客さんを呼んで絵を売ることになると思うので、このパーセンテージだったら今回の個展のご依頼はお引き受けしますみたいな、そういう感じで打ち合わせで決めていくっていう感じで、それがなかなか絵描きさんができないんですよ。そういう流れを変えたい。だからもう画廊が折半ねって言ったら折半でやってる人多いと思います。大体が折半と思います。よくて折半だと思います。あとは40、60とか、ひどいところになったら 30% が画家で 70% 画廊が持っていくっていうところもあります。それはちょっと取りすぎじゃないかなと。いくら電気代がかかるからって、いくら人件費がかかるからって、絵描きさんにそんな 30% なんて、それはやりすぎだと思います。だからでも画家さんっていうのは口下手な人が多いの。他の世界だったらほら労働組合とかさ、そういうなんかあるでしょ。そういうのが絵描きにはないので、そういうのができたらいいなとも思ってるんですけれども、もうこの世界もね、ちょっとずつそういうの変えていきたいなと思うんですけれども、私一人の力では変えることができないので、これを見た絵描きさんの方、今の置かれてる立場大丈夫ですか？よかったら交渉して、自分でお客さん集めて集客力つけて、画廊優位のコミッションから自分に優位なようにね、生活していかないと絵を描き続けられないので、そういう風にしていけたらいいなと。私も微力ですけれども、絵の世界を改善できるように頑張りますって言ったら、何の動画かわからないですけれども、質問には答えられたでしょうか。20年以上画家としてやらせていただいて本当にありがたい。だからこれまでの金額はわからないけれども、ありがたいことにずっと絵でなんとかやってくれました。ありがとうございます。まだ行く？もう終わり？もう終わりだそうです。もう終わりということで、今回はいくつ読めた？今回もあまりコメントはあまりお返事できなかったんですけれども、ちょっと長々とお話ししてしまいました。まあ雑談動画と思って気楽に聞いていただけたらいいかなと思います。この続きをまたこのまま撮影したいと思います。ちょっとお菓子を食べたくなったので休憩してから撮影再開したいと思います。アップロードが連続になるのか、間に他の動画が入るのか、ちょっとわからないんですけれども、このまま撮影したいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。質問いただいた方ありがとうございました。それではまた。ここはチャンネル。